ホールド大爆発は1944年11月27日月曜日の11時11分に発生した爆発事故である。イギリスのスタッフ,フォードシャーにあるイギリス空軍ホールド基地の地下弾薬保管庫で爆発が起きた。歴史上最大の比較爆発の一つであり、英国本土で起きたものとしては最大だった。3500トンから4000トンの兵器が爆発し、 その大半が爆弾などの爆薬だった。深さ100フィート、幅250ヤード、面積12エーカーの爆発によるクレーターは、ホールド基地のすぐ南、ハンベリー村の東に現存している。現在は、ハンバリークレーターとして知られている。近くにあった、いくつかの建物、農場丸々一つ、それに45万立方メートルの水を蓄えていた、貯水池が完全に破壊された。 爆発によって直接引き起こされた被害に、さらに貯水池の破壊によって引き起こされた洪水による被害もあった。正確な死亡者数は不明である。爆発とその結果としての洪水で約70人が死亡したと考えられている。RAF ホールド基地の地下トンネルの一つ。爆弾が積み上げられている戦時中でもあり、事故原因は公表されなかった。 30年後の1974年に機密解除がなされ、爆発の原因はおそらく現場作業員が木製の当て板を使わず、真鍮製ののみを使用して爆弾から起爆装置を取り外したことであると公表された。事故当時、人手が不足しており、管理責任者は1年間空席のままで、経験の浅い189人のイタリア人捕虜が働いていた。目撃者は、 施行されていた厳格な規制に違反して、新中性ののみを使用している労働者を見たことがあると証言した。イギリス空軍第21整備部隊の爆弾保管所は、石膏鉱山の古い坑道を利用しており、そこに様々な兵器が保管されていた。各種の砲弾と爆弾に加えて、消火器の銃弾も最大5億発が貯蔵されていた。それら4000トン。 特に爆弾3500トン分の爆薬が爆発した。1944年11月27日の11時15分、保管所で2回の大爆発が発生した。目撃者は高さ数千フィートに及ぶ2つのキノコクモ状の黒煙とその根元の炎を見たと報告した。炎は第21整備部隊の指揮官、ストラー空軍大佐によると屋外に望みされていた。 小夷弾に火がついたもので、それ自体は、さらなる被害や死傷者を発生させることなく燃え尽きた。クレーターから0.75マイルの半径内の施設が、破損した。アッパーキャッスルヘイズの王城は、完全に姿を消し、村の北にある、ピーター・フォード会社石膏、セメント工場とパースコテージは、完全に破壊された。セメント工場は貯水池が破壊された後の洪水により、 破壊された。ハンバリーフィールズ農場、ヘアホールズ農場、そして隣接するコテージのあるクロフト農場は全て大きな被害を受けた。飛散したが歴もハンバリー村に被害を与えた。楕円形のクレーターは幅720フィートと915フィート、深さ80フィートだった。ただし、これは地下爆発であり、クレーターの生成原因は 地下空間への陥没がある字をなし、爆発威力そのものを示すものではない。空軍補給所の約3分の1、面積6万5000平方ヤードが爆発した。しかし、ナンバー3及びナンバー4セクションの間の岩柱の障壁は持ちこたえ、他の弾薬保管場所が連鎖反応で爆発するのを防いだ。当時、この施設では労働者数を注意深く集計することはなかった。 したがって、正確な死者数は不明だが、爆発で約70人が死亡したようである。公式報告によると、90人が死亡か、行方不明か不詳とされた。200頭の牛も爆発によって死んだ。一部の生き残りの牛は、現地から移送されたが、翌朝には、死んでいた。地中爆発で、 爆発の衝撃の大半が土によって吸収されたにも、かかわらずこれだけの死亡動物が出たことは、農村部でなければもっと多くの死者が発生した可能性を示している。イギリス国立記念受園の記念碑は、犠牲者の数を70人としている地元の人々によって組織された救援基金は、1959年まで犠牲者とその家族に給付を行った。 貯蔵施設の多くは爆発によって全滅したが、その場所自体は1966年に第21整備部隊が解散するまでイギリス空軍によって軍事品の貯蔵に使用され続けた。1966年にフランスが NATO の軍事機構から脱退した後、この場所は フランスに保管されていた弾薬を保管するために1967年から1973年までの間、米軍によって使用された。現在、この場所は150種以上の樹木や野生生物で覆われている。1979年になって、ようやく敷地はフェンスで囲まれた。かなりの量の爆発物がまだ現場の奥深くに埋まっているため、立ち入りは 制限されている。イギリス政府は、それらの撤去は、費用がかかりすぎて、実行不可能であると考えている。最初の事件から46年後の1990年9月13日、ハンバリー教区評議会には、必要な資金がなかったため、公費によって死者を追悼する記念碑を建設することが発表された。記念碑に使用された石は、イタリア政府から寄贈され、 イギリス空軍の軍用機で空輸された。記念碑は1990年11月25日に公開された。2014年11月27日、爆発の70周年に2つ目の記念碑が捧げられた。観光コースは爆発による瓦礫によって損傷を受けたハンバリーのコックインパブからクレーターに通じている。ホールド基地は1943年に 戦争賞によって戦争芸術家として一時雇用されたデビット・ボンバーグによるザ・ボム・ストアと題された一連の絵画で描かれている。ありがとうございます。